スポットシルベニア軍はアメリカ合衆国バージニア州の北東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は122,397人であり、2000年の93,95人から35.4%増加した。軍庁所在地は国勢調査指定地域のスポットシルベニアコートハウスであり、同軍に法人化された町はない。独立市である。 フレデリックスバーグ氏が軍北東部にあるが政治的に別の生態である。スポットシルベニア軍はワシントン大都市圏に属している。北にある首都ワシントン DC で働くために多くの軍内通勤者が週間高速道路95号線、またはバージニア急行鉄道を使って通っている。ヨーロッパ人が入ってきた時、スポットシルベニア軍となった地域にはマナホアク族と呼ばれる。 スーゴ族インディアンが住んでいた。スポットシルベニア軍は1721年にエセックス軍、キング・アンド・クイーン軍、キング・ウィリアム軍のそれぞれ一部を合わせて設立された。軍名はバージニア植民地副総督を務めたアレクサンダー・スポッツウッドにちなんで名付けられた。南北戦争の時にはチャンセラーズ・ビルの戦い、荒野の戦い、フレデリックスバーグの戦い、 スポットシルバニアコートハウスの戦いなど多くの戦闘が起こった。チャンセラーズビルの戦いでは、南軍のストーンウォール、ジャクソン将軍が致命傷を負った。ノースカロライナ州出身の南軍兵士集団が森の中におり、ジャクソン将軍の部隊が北軍戦線の偵察から帰還するのを聞いた。兵士たちは、それが北軍の偵察隊だと誤り、銃を発砲して、 ジャクソンの両腕を負傷させた。ジャクソンの左腕は切断された。数日後、ジャクソンは近くのギニーステーションで肺炎のために死んだ。南軍の負傷兵はそこに集められ、病院を明け渡して、敵の前線から遠い南に移送されるはずだった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は412平方マイルであり、このうち陸地401平方マイル。 水域は11平方マイルで、水域率は2.77%である。北はラッパハノック川とラピダン川、独立市のフレデリックスバーグ市、スタフォード軍とカルペパー軍に接している。南はノースアンナ川とその池、アンナ湖、ハノーバー軍とルイーザ軍、西にオレンジ軍、東にキャロライン軍が接している。 以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。スポットシルベニア軍の管理部門長は軍管理官である。軍政府の全部門と機関を管理し、軍政委員会の州や地域機関に対する窓口として機能している。統治するのは軍政委員会である。7つの選挙区からそれぞれ1人が選ばれる、計7人の委員で構成されている。 軍の政策を決定し、条例を採択し、予算を割り当て、地域割りを承認し、地域割り条例に対する特例を承認し、軍法典で決められた責任を遂行する。軍内の消防救急活動は、常勤職員とボランティア組織の組み合わされた形で行われている。これらの組織は、軍民に対して質の高いサービスを行うために協業している。 上勤職員は午前4時40分から午後6時まで、月曜日から金曜日まで消防救急活動を行う。ボランティア組織は3つある。ボランティア組織は昼間には軍消防救急部の支援を受けている。アメリカ合衆国会議員の選挙区では、バージニア州第1選挙区と第7選挙区に属し、2013年時点でどちらも共和党員を選出している。 同じく上院議員は、州から二人を選出するが、どちらも民主党員である。軍内に法人化された町はない。以下は、未編入の町である。軍内の公共教育は、スポットシルベニア軍公共教育学区が、管轄している。地域の私立学校としては、フレデリックスバーグアカデミー、フレデリックスバーグクリスチャンスクール、オデッセイ・モンテソリスクール、セント・パトリックスクール、 セントミカエル・ジアーク・エンジェル高校、フェイス・バプテスト、クリスチャン・スクールがある。ジャーマナ・コミュニティ・カレッジが、バージニア州、コミュニティ・カレッジシステムに属し、フレデリックス・バーグ市とスタフォード軍、スポット・シルベニア軍、オレンジ軍、キング・ジョージ軍から学生を受け入れている。フレデリックス・バーグ市には、メアリー・ワシントン大学があり、4年生大学と、大学院がある。ありがとうございます。